学び始め応援動画は、放送大学教養学部での学びに少しでも関心をお持ちの皆様のために作成されたものです。放送大学では、十五歳以上であれば、専科理修生・科目理修生として学び始めることができます。また、十八歳以上かつ高校卒業などの入学資格を満たせば、 大学を卒業し、学士の学位を取得できる全科理修生として学び始めることができます。なお、高校を卒業されていない方でも、全科理修生として学ぶ方法があります。例えば、専科理修生、科目理修生として入学して、十六単位以上を習得するという方法があります。はじめに、専科理修生 科目理修生の入学資格について説明します専科理修生・科目理修生として放送大学に入学するには1、満15歳以上2、日本国内に居住し郵便により連絡が取れることの2つの条件を満たす必要がありますこの条件さえ満たせば学歴などの条件は一切ありません 次に、全科理修生の入学資格について説明します。お手元に学生募集要項をお持ちの方は、12ページにある入学資格のページを合わせてご覧ください。全科理修生として放送大学に入学するには、1、学生募集要項12ページの表にある、1から 7B にある、 高校卒業などの要件のいずれかに該当すること。2、日本国内に居住し、郵便により連絡が取れることの2つの条件を満たす必要があります。このうち1番目の高校卒業などの要件を満たすことについて詳しく説明します。それぞれの要件に当てはまるのは以下の方です。1は、 高等等学学校校や中等教育学校を卒業した方です。2は、いわゆる代兼、公認、または大学への飛び入学者を対象とする高等学校卒業程度認定審査に合格した方です。3は、外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した方です。実際に、 この条件に該当するかどうかについては、それぞれの国の大使館にお問い合わせください。四は、高等部を設置する文部科学大臣認定等在外教育施設を修了した方です。実際にこの条件に該当するかどうかについては、出身校にお問い合わせください。五は、専修学校高等課程。 いわゆる高等専修学校を修了した方です。指定外の家庭もありますので、条件に該当するかどうかについては、出身校にお問い合わせください。また、旧正学校を修了した方や、国際バカロレアを保有する方なども含まれます。六は、高等専門学校第三学年を修了した方、または、 特別支援学校高等部を修了した方です 7A は本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等の学力があると認められる方です詳細は募集要項の25ページをご覧ください 7B は専科理修生または 科目履修生として本学に在籍し保健体育を除く基盤科目または導入科目から履修し合わせて16単位以上を習得している方です入学資格によっては出願期間が短く設定されています必ず学学生募集要項も確認してください学び始め応援動画で 放送大学を少し身近に感じていただけましたでしょうか放送大学は皆さんの素敵な夢や目標に向けて学びをしっかりとスムーズに進められるよう心から応援していますご出願お待ちいたしております